皆さんこんにちは、ブチジーです。いかがお過ごしですか？今回のお題ですが、確定岩山線の高架橋を作り直したいと思います。確定岩山線は比較的初期の頃に建築しており、高架部分などダークオークの木材で作ってあります。今回の工事では高架部分を石系の素材で作り直したいと考えています。まずは既存の高架橋の取り壊しから行います。取り壊しが終わりましたので、新しく高架橋を作っていきましょう。今回使う素材ですが、大量に余っている花崗岩にします。コメントをご紹介しながら作業しますね。まずは、連絡船にいただいたコメントからです。連絡船がいい味を出している。連絡船は初めて取り組んだ内容でした。そのため不安な箇所もありましたが、それ以上に楽しく建築することができました。次はクリエイティブで鉄道を作った動画にいただいたコメントです。ウポブチです。サバイバルで2つの村を結ぶトロッコ鉄道を決められた企画通りに建設する時間を競う RTA とかやってみたら面白そうですね。皆さんと共通して楽しめる企画があると楽しそうですね。ちょっと考えてみようかな。最後に長距離運転区間の時間を調査した動画にいただいたコメントです。うわぁ、このワールド、どこまで発展してんの？って思いますね。それでもまだ発展していない地域に駅が作られ、街ができるのはいいですね。ブチジーさんの何が一番すごいって、全部サバイバルなんよな。マジですごすぎる。このチャンネルの唯一の売りは、サバイバルで鉄道網を発展させることです。そのため、動画1本の内容が薄かったり、更新頻度が遅かったりします。そんなチャンネルですが、これからも見ていただけると嬉しいです。一部の高架区間の工事が終わりました。まだまだ岩山村までの工事が残っています。時間を見つけて作業していきますね。それでは皆さん、またお会いしましょう。